マリンパッパです。はい、今日の企画はカップルチャンネルをしたいからマリンパッパの活動を減らしたいと言ったらマナちゃんはどんな反応をするのか見ていきたいと思います。イエーイ。はい、で、まあ、今日フーチで撮影で持つとしたらマナちゃんが来るんですけど、タカちゃんとカップルチャンネルしたいからちょっとそっちに力入れたいみたいなことを言ったらマナちゃんはどんな反応するんかなと思って、まあフーの予想なんやけど、マナミテさんは中途半端な人間がもうこの世で一番嫌いなんよ。だから、まあ、そんなん言ったら、まあ、普通に怒ってきそうな気がする。怖いな、なんかもう怒られるの嫌やな。まあ、そんな感じでマナちゃん気次第やっていこうと思います。なんで振られる？フーが振られる？なんで？何でしょう？
象がバレたかもしれない。今この頻度でアップデートだからうまくいってるけど、ほら、一緒にうちを撮れてこんな感じだったわけじゃないやろ。なんだ話終わり、ちょっとほんまに時間やばいかなって言ってよ。ほんまに、ほんまにごめん、強がらんでいいよ。どうしてどうして強がらんでいいって。もうじゃあ嫌やったら嫌って言ってくも、やっぱりそれは嫌じゃないで。じゃあ嫌って言ってくれたら、ふーもそこはタカちゃんとちゃんと話し合いするし、やっぱふーは二人を大事にしたい。やっぱどっちかをおろすかにして、どっちかを大事にしたい。そんなんしたくない、わかる。ふーは自分の半径3メートル以内の人は守りたい、大事にしたい。だからマナミが嫌なことはふーはしたくない。でも、いいよって言ったら、別に嫌じゃない。マリンパパに力入れてほしいよ。言ってない、言ってない。なマリンパパに力入れろってな。そりゃそうやんな。時間切れしてる。今めっちゃ時計見てたやんな。あとほんまマジで3分で終わらせよ。どういうこと、何嫌って言ってほしいってこと。違う違う、本音で話そうや。本音で話しに行こう。はい、3分いきます。3分、マジ3分、マジ3分。じゃあ行くよ。ごめん、なんかもうめっちゃ心痛かった。ごめんな、ごめんな、ドッキリやから。ドッキリ、めっちゃなんか、めっちゃ嫌がってる。チャンネルなんか新品から、もうこれからもマリンパパで力入れるから。なんなん、もうほんと落ち込まんといて。なんかごめん、ほんまに。ちょ、これ急いでる時マジでやめて。急いでるから、あ、タイミング、うん、やめて。違う違う、あの今日ずっとこのドッキリ仕掛けようと思ってたけど、であのタイミング見計らってたんよ。なんか、いつ言おうかなと思って。だから時間になってしまった。ほんまに。マジで、その、嘘って。嘘、しません。そんな話にもなってません。あ、そう。はい。でほんまに、それは嫌じゃないですか。嫌やねんな、お世話にな。嫌じゃないねんけど、ちょっとそのマリンパパの回数減らすみたいな、集合投稿減らすって言ったけど、またこいつアホなこと言ってんなと思って。ああ、だからいつもの風みたいな、あのちょっと恋にあのアホになるみたいな。そうそうそう、もうなんかほんまに男でアホになる。アホになってるから、まあ、どうせ続かへん。ああ、まだいつものこと言ってんから、まあ、とりあえず、まあ、1本でも減らしてそこ頑張ってみて、続かなくなって、続かなくなって、またどうせこっちちょっとちゃんと頑張るわとか言ってくれやんなと思った。だから全然いいよって言った。ああ、なるほどね。それでそのなんていうじゃあ、マリンパパ普通にもうこれから動画ちょっとマジもう無理って取られへんとか言い出したら、普通に話は分かったで。ああはあ、そうっていう話はだけ。だからフーのこと分かってるからこその結果。そう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 、じゃあ大丈夫みたいな。あ、そうやねみたいな。懐でかっ。懐でかっ。またマナミの株上げてもうたやん。でもマナミ思うんがほんまに、振られんで。だからそれちょっとおかしいよね。じゃあほんまに、それなんかさっき言ったけど、それはほんまにマジで心配だった。振られるんちゃうかなって。あ、もうそこ振られるやろうなって。おったら、振られる。そう、長時間おったら振られるんでって。気をつけまーす。気をつけまーす。まあでもあれやで、一緒にやらんとしても日頃から気をつけや。気をつけていきや。振られやんように。お帰りください。ありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。